どうもこんにちは、鈴川彩子です。本日もですね、マインクラフトポケットエディションやっていきたいと思います。はい、よいしょ。さっきちょっとね、整地をしたんですけど、まあフィンランドをね、最近再現しておりまして、どこだ、あれ、あーちあちあちあち、今まで作ったもの、前回ね、これトラムをね作って、まあ1両でも結構雰囲気出たから、これはこれでいいかなっていう気がして、このままね置いてあります。よいしょ。いやー、いいですよこれ、なかなか初めて見せ、ちょっと中まではねさすがにできなかったんですけど、再現っていうのはね、まあ、ヘルシンキ中央駅と、あとまあマーケット、結構私もねフィンランドに行ってる時にずっとマーケット毎日のように行っていて良かったので、マーケット作ろうかな今日は。結構特徴がありまして、まあこれ今写真ね出てると思うんですけど、石畳なんですね。テントでね、いろいろ果物とか売ってて、それのねすごい色合いが綺麗だったのでね、やっていきたいんですが、やっぱまずはこれ石畳しかないとダメだね。これがいいかな、石レンガあるじゃん。あ、いいんじゃない、いいんじゃない。これをじゃあちょっとね敷き詰めていきます。これは早送りで、あ、なんかあそこ向きずれてる、いいよ。さあちょっとじゃあ上空から、おー頑張った頑張った。この手前の方を、よいしょ、ちょっとじゃあテントですね。はいはいはい、今この写真をね出てると思いますが、よいしょ、テント、赤いオレンジかな、これはオレンジの屋根のテント群を建てたいと思います。これどうやってやればいいんだ、テント。今とりあえず木を置いたんですけど、積み上げて下だけ削って浮かせるか、まあ、引きで見れば、引きで見ればいける。浮いてる、よいしょ、あ、いけるか、あ、いいんじゃない、ちょっといいかもしれない。こんな感じで作ってきました。じゃあテントを。あ、いいよいいよ。今ね、あの、まだ右下のね、右手前のテントしかね、あの、カーペット敷いてないですけど、これいいんじゃないですか？なかなか野菜っぽくて。ね、これをちょっと他のテントにも、ね、やりつつ、次はあの奥にね、ドーンとマーケットホールを、建てたいと思います。ということで、まあ、今日はこの辺で、ありがとうございました。いい感じになってきました。